東京から帰ってきました。ゆえとらこさんの健康相談会を受けてきた。ホメオパシー、2013年4月26日16時5分42秒。2013、心の回復、日々。昨日の夜、東京から帰ってきました。明日から東京へ行ってきます。希望を求めて、4月18日から4月25日までの7泊8日の旅でした。今回の旅の目的は、ゆえとらこさんの健康相談会を受けること、でした。希望、というのはこのことでした。ホメオパスのゆえとらこさん、ホメオパス、ホメオパシー、としての腕はまさに達人の域、がんも治せる、ホメオパシー、本当の健康とは、その他の関連日記、ゆえとらこさんの健康相談会を受けてみたくなった。ホメオパシー、コナイアムのレメディが良いかもしれない。ホメオパシー、コナイアムのレメディが本当に効いた。ホメオパシーすごい、願いが叶ったぞ。東京へ行ってこよう。東京大好き。今までの日記では、ゆえとらこさんの健康相談会を受けるという事実を伏せていましたが、ホメオパシーセンター東京本部の係の人に、ブログに書いていいですか？と私は聞いて許可をいただいたので、こうやってはっきりと書けるようになりました。キャンセル待ちの予約をして1ヶ月以内に空きができて受けられるようになったのはものすごくラッキーでしたよ、と係の人は言ってくれた。とらこ先生の相談会はすごく倍率が高いらしいからね。やはり私の心から湧き出てきた純粋な願いは、宇宙は決して見落とさずに叶えてくれた。求めよ、さらば与えられん、の言葉は真実だった。私はとらこ先生と対面して50分の相談会を受けた。いろいろ質問されて答えた。とらこ先生が言った。あなたが今現在抱えている心の苦しみの大元は、あなたが1歳半、4歳半の頃に東京のアパートで暮らしていた時の悲しみ、インナーチャイルドなのよ。私が1歳半、4歳半の頃の3年間、私たち家族は父の会社の社宅アパート、東京、に住んでいた。その時の社宅アパートでの濃密な近所付き合いで母はノイローゼになっていた。そしてその3年間、私はいつも体調を崩ししょっちゅう寝込んでいたのだ。母親がノイローゼだったりストレスまみれだったりするとき、その元で生きている小さな子供はものすごく影響を受けるんだよね。本当は、自分のことをちゃんと見てほしい、ちゃんと話を聞いてほしい、構ってほしい、抱きしめてほしい、愛してほしいんだけど、母親の精神状態に余裕がないとどうしても子供のことを疎ましく感じてしまったり、もういや、泣かないで、と拒否してしまう。それが小さい子供にとってはものすごいショックで、悲しくて、自分は愛される価値がないんだ、という価値観、信念、が出来上がってしまうんだ。子供は 100% 親に依存して生きているから、心の中で親を悪者にはできなくて自分を悪者にするしかないんだよね。その自己否定感は生き延びるための手段なんだ。この、自分には価値がない、という価値観は成長してある程度の年齢になってきた頃に芽を出し、過度の生きづらさへとなってしまう。私の場合もその通りで。あなたが1歳半、4歳半の頃に近所付き合いでノイローゼになっていたあなたのお母さんは、多分あなたのことを疎ましく感じて泣いてるあなたの声を聞いて耳を塞いでいたと思うんだわ。その時の小さい T 君は、自分がいくら泣いてもお母さんは構ってくれない。無視されてる。愛してもらえない。自分は愛するに値しない人間なんだ。と思ってしまったのよ。だから、あなたはこの時母親から愛してもらえなかったのよ。三つ子の魂100まで。っていうことでね、その頃、の傷が今も蘇っていて、ふとしたことでその傷に触れてるんよ。ここが癒えてないからずっと悲しくて辛いんだわ。
学生時代に辛いことがたくさんあったようだけど、この部分、1歳半4歳半の頃の傷を癒していけば、その後の悲しみやトラウマもトントントンって癒えていくと思うよ。だから、まずはここを癒さないと。という感じにトラコ先生は言ってくれた。私は、なるほどなと少し驚いた。この1歳半4歳半の頃の心の傷に関して今まで自分で認識していたけど、まさかここの部分が人生における一番重要な箇所だったとは。この時、1歳半4歳半に私はお母さんから受け入れ愛してもらえず、結果として自分は生きている価値のない人間なんだという信念が私の中に出来上がってしまった。だから今現在も鼻の穴が痒くなるといったほんの些細なことがきっかけで、いつもいつも過度の屈辱感を感じて死にたくなっておでこをガリッと失格自傷行為を繰り返しているんだ。それはまるで人権を否定されているようなストレスだった。生きてて良いんだ、愛される価値があるんだという本来人間として当たり前に持っているはずの権利である人権、それを否定されることは人間にとって最大のショックであり、悲しみであり、怒りだ。いつもいつも私は人権を否定されていたんだ。だから気が狂いそうになるほどの怒りを抱えて屈辱感にまみれて苦しんできた。人権を否定されていたんだ。1歳半4歳半の時のお母さんから愛されなかったトラウマは人権を否定されたということであり、ありのままの自分で良いんだと思うことのできない、自分の存在価値を見出せない自己否定感が非常に強い人間に私をしたんだ。思えば私は幼稚園児の頃からすでに病んでいるようであった。この1歳半4歳半の時の傷を癒していけば、私はまんまを体調だよと毎日毎日寂しさにまみれて悲しまなくて済むようになり、自分は愛される価値のある人間なんだ、もう人間を怖がらなくていいんだと自分のことを愛せるようになり、本当の生き生きとした人生を取り戻していくことができるだろう。今までの、そして今現在の私は365日間いつもまんまおっぱいちょうだいという、まるで赤ちゃんのような悲しみや寂しさを四六時中抱えている人間であった。27歳なのにね、苦笑。心の奥底に封印してしまった1歳半4歳半の時の傷がレメディを取ることによって刺激され、表面意識上にポコンと浮上してきて、私は気が狂うほど怒り壁をぶち壊し、ガリガリとおでこを引っかき血を流し、そして大粒の涙をこぼしてワンワン泣くと思う。やはり悲しみの排出というのはそういう痛みを伴うことであるから、どうしても避けられない道なんだよね。でも別に嫌ではない。今まで何年間もずっと抱えてきたやり場のない怒り、死ぬほどの屈辱感の方がはるかに苦しくて嫌だ。一人っきりでもがき苦しんでいるその鬱の世界からもう抜け出したい、思いっきりワンワンと泣きたい。トラコ先生のホメオパスとしての腕を私はとても信頼しているから、この人から出されたレメディを毎日取って頑張ってやっていきたい。相談会を受けた会場は日本ホメオパシーセンター東京総本部、東京都世田谷区池尻に3014であった。渋谷駅から田園都市線に乗って隣の池尻大橋駅で降りて私は行ってきた。ここの2階でトラコ先生の相談会を受け終わった後、私は1階に降りて行ってトラコ先生のこの本を買った。インナーチャイルドが待っている、ゆえトラコちょ、この本はインナーチャイルドシリーズの第2弾だそうです。第1弾はこちら、インナーチャイルドが叫んでる、ゆえトラコ序、第3弾はこちら、矢印インナーチャイルドが願ってる、ゆえトラコ序。
私は第1弾ハモを読んだので、今は第2弾を読んでる。やっぱりこの人の言うことは綺麗事や本音のごまかしなんかじゃなく、大切な真実であると思う。まあ私は読んでると辛くなる部分もあるので休みながら読んでるけど、とても大切な真実を、トラコ先生は言ってくれていると思う。皆さんも心の苦しみや生きづらさなどを抱えている場合はぜひ、トラコ先生のインナーチャイルドシリーズを読んでみてはいかがでしょうか。講演会 DVD の第1弾の、症状はありがたい。もう超おすすめ、症状はありがたい。コナイアムのレメディが良いかもしれない。ホメオパシー、コナイアムのレメディが本当に効いた。ホメオパシーすごい、の日記で書いた、トラコ先生が私の夢の中に念を送ってくれたのかも。という疑問について本人に直接尋ねてみたところ、確かにあなたにはコナイアム、が良いなとは思ったよ。今回のレメディでは出さないけどね。という感じでいろいろ言われて、結局、トラコ先生が実際に私の夢の中に念を送ってくれたという事実はなかったみたいだ。なんだ、でも実際的にコナイアムのレメディが私に聞いたのは事実なんだよね。チクチクがかなり改善されたと思うから、季節の移り変わりによって自然に収まっただけという可能性もあるけど、私は多分コナイアムの効果であったと思う。そう思っていたい。ということで、トラコ先生の相談会を無事受けることができ、本日のつい先ほど実家に届いたレメディを手に入れることができた私は、5月1日からこの念願の、トラコ先生からのレメディ、を取っていこうと思う。今月の残り5日間で一人暮らしのマンションからの引っ越しを頑張らなければならないからね。もしレメディがすぐに効いて今まで封印してきたものが解かれた場合、激怒が爆発してしまって引っ越しどころではなくなる可能性もあるからね。まずは残り5日間の引っ越し後半戦を頑張らなければ。残り5日間のマンションでの暮らし、心を込めて過ごしたいと思う。ああ、隣の M 家の小学4年の女の子の M ちゃんと別れるのが寂しい。昨日の夜、N 家にお土産の、人形焼き、を少しあげたんだ。浅草の仲見世商店街で買ったもの。人形焼きはすごく美味しいね。奥さんと M ちゃんが出てきて、ご挨拶した。M ちゃん超かわいい。ああ、愛しい。やっぱ私は小児性愛的な思いを抱いているのかもしれない。病んでるんだ。まあ理性はちゃんとあるので間違った行動には出ないけどね。なんかすごく M ちゃんが愛しくて仕方がない。抱きしめたい。人間として純粋に愛しいっていう思いもあるな。私と M ちゃんはソウルメイト、魂レベルの友達、なのかな。そうだと良いな。残り5日間でお別れだ。あまりにも辛すぎる人生を魂の状態の時に自分で選択してきた勇敢な M ちゃん、過酷すぎるその苦しみを乗り越えて、どうか幸せになってください。15時53分、昨日の夜に宮城県仙台市に着いたということで、今日は疲労感があってなかなか文章を書くエネルギーがなかったなぁ。東京で毎日歩きまくったからね。すごい疲れたんだ。だけど今日は頑張って書いた。早いけどそろそろ帰ろうかなと思う。M ちゃんのピアノの演奏を生で聴いてみたいんですが。と N 家の奥さんに昨日の夜の時に言ったんだけど、うまくいくかな。お別れの前に、N 家の中に招かれてお茶したいなぁと私は望んでいる。まだ一回もないから。奥さんは、なんか予定の都合が合わないような感じだったけど。今日のこの後、うまく招かれる流れになれるだろうか。ちょっと頑張ってみようかな。ということで、一日お疲れ様でした。